どうもエルザです。それではクラッシュバンディグー4をやっていきたいと思います。さあ、危険なライブ会場ということで、多分ボス戦かな。じゃあやっていきましょう。よくぞたどり着いたな、バカなバンディグー。その空っぽの頭で拙者と一緒にラケンナように刻んでやるぞ、バンディック。おう、うわっ、ちょっはあ、はい、拙者のソロを台無しにするな。はいはい、やめろ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 。で、オッケー。拙者のロボットにどうした。デスメタルは嫌いか。1曲目終了。はい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 。あー、まあまあまあ途中からだからまだいいけど、意外とね、こう前から来るのが分かりづらいのよね。あと2回あるんだよな。ほい、さあステレオ壊れたね。ちゃんと時間あるんだね。右下に書いてあったね。激しく行くぞ。お、お。あー、それ届かない？てか下から手が出てるわ。見てる分には面白いんだよな。あー、そのタイミングか。よし、まあここまで来ればね、ここまで来ればね。さあこっから、あら、はい、拙者の自信作が。さあ次のステージ行っちゃおう。海賊船発見か。たまにはここも使うか。そんなにあれなんだけどね、性能差はないんだけどね、見た目が違うぐらいだからね。NG はね、確か2でボス出てたんだけど、2の時から確かに何か作ってたね。あれが自信作か。やっぱ、あの、体格のいいやつはゲのゲやったんやね。あそこにだって出てないもんね、あのステージにね。あ、これ落ちたら終わるよ。
うーわー、嫌なのいるな。これ倒せないんだね。なんか可愛いのいるね。あー怖っ。海はオッケー、よし。あ、さよなら。いや、あからさまなやつは、あれもな、どっち取るかやな、箱の数か。結局ね、後日やり込みするんで、やるのよ。もう先行けやるのよ。やるときにどっちがいいかというと3期クリアの方が楽なんだよね。まあでも3期クリア先しとくと、集めが楽か。悩むな。画面外ね。意外とあれなんだね、悪そうな顔してたんだね君ね。お、はあ、これ踏むしか。意外となかったか。おえほい、ナイスカーブ、ほい。あああ、ダメか、動くとダメなのか。レール来たねー。バツで上だったね。で丸でしゃがむ。じゃあバツでしたかだね。ほう、ハハハハ。ん、ちょっと、おい、あハハハ。しびれ切らしてアクアクついたね。そうなのよね、これでクリアはしたくないんだけど、まあしゃあない。ほいはいはい、そう、覚えゲーやからね。あ、もういいや。あー、まあ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 。よし。お。さあ、なんか事件みたいだね。よし、もう見逃したからね。リンゴだけだ、用があるのは。うわー、両方行かせる気か。このクラッシュの嫌がらせね。あー、でそこに繋がるのか。あ、そういうことね。
よし。ほう。先に取る。あやつはなぜ倒すの？意外と沈んだ時の声はグロいね。うへーって言ってるけど。よし、取れなかったけど行こう。それは通り過ぎていくね。で、これもこのまま放置。よし、これで OK。 9階にも落ちてんのか。はあ、よし、気を取り直していこう。で、よし、秘密のダイヤゲット。今のは見えたね。嫌だなこれ。ほう、こんなもん。よし、あとはクリアをするだけ。いけーと思ったらまだか。はい。あ、いけないのか。あー、混ざってるね。もうちょいでゴール。危ない。ああ、焦りすぎが怖っ。今のは怖かったな。溜まったね。あー、よかったよかった。
あー、やっぱ箱か。とりあえず残機3だね。で、クリアだね、目指すは。マジか。いやー、マジか。なかなかやな。よし、もう一面だけしよっかな。あれ？なんか新キャラ出たね。見事に捕まってるねー。すぐ行くから待ってて。あれ？タウナってあれじゃん、クラッシュの彼女じゃん。あ、ちょっと待った、攻撃パターンが違いすぎて。あっちゃう、はい、マジで全然違うじゃん、攻撃パターンが。おお、マジか。フックショットとかあんの？ちなみに、ああ、フックショットで動き止めれるのか。すげえ。あれ？でも俺の知ってるタウナはこれじゃないぞ。全然違うんだけどな、見た目。ほう、全然違うじゃん。動きが違いすぎるわ。は協力してくれる。新しすぎて、新しすぎて、これはびっくりするな。はい。そうですよね。で、はい、おう。おう。のが一番無難だね。あとは、あと、おぶな。
何もないね。はい、やったこっちもこっちで変わってるな。ほい、で、踏むと、何をあんな仲良く。ああ、スライディングはその代わりないのか。おお、これ便利だね。もうちょい、はい、お、見つけ中楽ちんマジで、一応2段ジャンプできるんだね。で、そこ、違う、すまぬ、1個取り忘れてるのが取りたい。まあ、どっちみち1個足りないんだよね。さあ、ステージクリア。うん、あと1個続ける。ありがとう。で、タウナ？でも別人みたい。あ、別の次元のタウナね。みんな会えて嬉しい。久しぶりだね。そっちの次元でも会ってなかったの？まあ、うん、そんなとこね。私たち死んじゃったとか。まさか。いやだ、違うって、そんなわけないわ。で、そっちの次元はどう？いつも通り。悪い奴らが全次元を征服しようとしてる。うん？何探してるの？パワーストーン？カラーダイヤ？マスクよ。そうなの。ま、頑張ってね。え？来ないの？悪いね、一人がいいの。でも、できるだけ協力するよ。まあ、もうしてるんだけどね。ということは、別次元のクラッシュたちは死んでるってことか。マジか。別次元のタウナっていうのでは間違いなさそうだけどね。あ、そういうことか。はいはい、そういうことね。あ、タウナのステージが増えたね。タウナにも目的があるらしい。タウナのタイムラインをプレイして、クラッシュとココがどうやってタウナと出会ったか見てみよう。そっか、タウナ別次元、あ、そういうことか。だから4が今回2作出てるのか。なるほどね。まあ20年前に4出てるんだよね、実際クラッシュね。ね、なんで4がもう一回出たんだろうと思ったら、そういうことか。了解、分かった分かった。可愛い兄貴やけん喋れないんだよね逆にココは優秀なんだけどね、頭がめちゃくちゃいいんで。メカニックが得意とかいう設定だったかな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあだいぶやられたね。やられた分ほとんどカットだろうな。
勝ったやな。まあまあまあ、でもまあまあそこら辺はね、ライブ見てる方の楽しみということで、楽しんでいただければと思います。はあ、つらかったということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、またね。